こっちはレトラポット。こっちはレトラポットではない。まあでも、うん、こっちは朝かのね、まだ手前やから。お、あ、綺麗な。うん。あ、イカじゃないこれ、炭じゃない。イカ炭じゃないかな。でもなんか釣れそうやね。
風が強い。こんな感じ。キスを10匹ぐらい取ったよ。ちょい投げで。ほんとちょっと、多分ちょっと投げて。うん、で手前の人おっちゃんはなんか浮き釣り。3メーターか4メーターやね。で綺麗で見えるよね下が。向こうもこんな感じだった。ちょっと奥行ったらやっぱ深いんかね。あ、力の方がいいかもしれんね。力の方がいいね。で、あの真ん中らへん。どうせここイカだなって思ってんもんね。そういう時、真面目だけど、そうね。で、サッパみたいななんか集団おったよ、魚群は。それか、まあ、ここ、あの船がおらんかったらそこからこっちに投げる。ここセンターラインちょっと流れがある。
ちょっとね。そうね。多いんやろうけどね。今日は少ないよ。サマズメとか釣れるやろ。ここでも。飛距離飛距離。